餃子の王将市場大宮店餃子の王将の看板メニューである焼き餃子。餃子の王将空港線と夜中店看板の上部に京都と書かれている。餃子の王将早稲田夏目坂通り店餃子の王将は株式会社王将フードサービスが京阪新地区を中心に全国展開する餃子を売りにした中華料理チェーン。単に王将と呼ばれることもあるが、 イート株式会社が展開する中華料理チェーン店である大阪王将と区別するために京都王将と呼ばれることもある。看板に京都と明記してある店舗も存在する。2020年3月31日現在、直営店523店舗、フランチャイズ214店舗の計737店舗を展開している。本チェーンの代表的な店舗の形態である。 1967年12月25日に京都市の大宮駅付近に1号店が開店。1970年代後半からは東京地区に積極的に出店している。繁華街、駅前型から郊外型など幅広いエリアに出店している。店も小さなタイプからロードサイドの大型店舗など幅広い。オープンキッチンスタイルでの店舗調理で一部の店舗を 除いて、各店舗で調理が行われている。これは、中華料理は、出来たてが一番美味しい、調理の過程が見えた方が、安心度が高い、という理念によるものであり、2000年初め頃、不況により、外食作業全般が不調になった際に、餃子の王将もコストカットのため、他の大型外食チェーン店と同じように、セントラルキッチンの食材を大幅に増やしたが、 餃子の王将らしさがなくなったと不評で、従来の方式に戻したという経緯もある。ただし、食材の下ごしらえや製麺などは、作業効率とコストダウンを考えて、セントラルキッチンで行われている。店の看板である餃子については、過去、店舗ごとの味のばらつきをなくすため、セントラルキッチンであんと皮を製造し、各店舗に配送し、販売当日に包んで焼いていた。 しかし従業員が総出で1日1000食以上も餃子の包みを余儀なくされる店舗も増え次第に店内サービスや調理業務を圧迫し始めたことから全自動成形餃子システムを導入したセントラルキッチンによる製造に移行2016年に東日本エリアをカバーする東松山工場が竣工し東日本の各店舗へ配送を始めたことを契機に全国に 拡大、2019年までに、店内の餃子製造を取りやめている。なお、ラーメンに関しては、店舗で仕込んだ、独自のラーメンを提供している店もある。2021年4月14日、愛知県半田市に、餃子の王将で初となる、ドライブスルー対応店舗の半田屋や、鍋店がオープン。くるくる寿司1987年からは、回転寿司事業に参入し、 くるくる寿司の名前で、餃子の王将の店舗内に併設する形で、最大20店舗まで拡大したが、話題性や収益の低下を受け、2013年に撤退した。中国、台湾進出餃子の王将大連秋内場店2005年1月には、初海外進出として中華、人民共和国領年賞大連市に、現地市会社、王将餃子、 三位に有限講師を設立し、同年8月、大連に出展を果たした。餃子の王将が餃子母国へ外戦帰国をキャッチフレーズに餃子発祥の地の一つとされる満州の大連に日本の中華料理を輸出する形で話題にもなった。CM からのキャッチフレーズである、食は万里を超えるを実践する意気込みである。なお、日本の店舗であることを強調するために、 看板などは日本語で餃子の王将と餃子をひらがな表記している。2008年8月には大連秋内場店、開発区店、人民路店、映画外店、金州店と5店舗に成長した。一時は6店舗にまで拡大したが、業績悪化のため2014年10月31日に子会社の解散を決定し、同年11月に全店舗閉店。 2016年3月には、子会社の生産完了。大連の餃子の王将の閉店後、元関係者らによって、大連に吉和也三位に有限講師が設立され、2015年、餃子の王将の店舗跡地に吉和也を営業開始した。2016年6月28日の株主総会で、海外再進出として年内に台湾へ出店する方針を発表した。 2017年4月、台湾、高尾市のカ,ンカミアリーナショッピングプラザに台湾1号店となる餃子の王将高尾館紙巨炭店をオープンした。台湾では主食である餃子をあえて白飯と一緒に提供する餃子セットなど日本流の食べ方を提案している。2016年3月、女性をメインターゲットとした新コンセプト店舗餃子王将をオープンした。 今後の世界進出を視野に入れ、ジャパニーズカジュアルをコンセプトとし、女性デザイナーによる設計を採用し、女性が多く入店しやすいような店舗作りがなされている。料理研究家、小針エリカの監修によりメニュー開発を行い、おからと、紅生姜をあんにした揚げ餃子、サワークリームと、バターで食べるスープ餃子、チーズケーキの形をした卵焼きなどの商品を揃えた。 餃子の王将エクスプレスは、全席スタンディングスタイルの店舗で、列車の発車時刻までのわずかな時間、待ち合わせまでのひとときといったニーズに応えられるよう、スピーディさを重視、味にも満足いただけるよう、食材や調理方法にこだわっている。2019年6月27日にリニューアルオープン、スタートで秋葉原の1階に、餃子の王将の新業態店舗1号店となる。 餃子の王将エクスプレス跡で秋葉原店がオープンした。かつてはイケスの王将として和食部門にも進出していたが2011年8月31日に最後の店舗が閉店された。国王天津飯餃子の王将は地域性やお客様ニーズに応えるためエリアごとにメニューを変えている。また餃子等の全店共通基本メニュー以外のメニューは 各店舗の店長に裁量が認められているため、店舗によってもメニューが異なる。各店独自の組み合わせで、定食やセットメニューが設定されている場合も多い。制限時間内完食で無料とする、いわゆるチャレンジメニューや、学生証を提示すると注文できる、大学限定メニューなどが存在する店舗もある。また、全店共通基本メニューでも、天津飯や天津チャーハン、 カニ玉は、東日本では塩だれ、甘酢だれ、強風だれから選べるのに対して、西日本は強風だれだけであるなどの差がある。ただし店舗によっては、関西で甘酢だれや塩だれが選べる店もある。中京圏での台湾ラーメンや関東地区の東京ラーメン等、ご当地メニューもしばしば存在する。また、 このような前店共通基本メニュー以外は統一したレシピがないため同じメニューでも店によって味が全く違うこともある。店舗のブランドとして餃子のとつけている通り看板メニューは餃子である。焼き方はデフォルトの普通焼き以外に皮のもっちり感が味わえる薄焼きやしっかりとした香ばしさが味わえる両面焼きやよく焼きなど焼き加減を 裏メニューとして注文可能である。2016年、餃子を食べた後のニンニク臭が気になる人向けに、ニンニクゼロ餃子を発売。2019年7月8日より、そのアップグレード版とも言える、ニンニクゼロ生姜餃子を発売。2021年3月19日、通常の餃子の2倍以上のニンニクを使った、ニンニク激増し、餃子を発売。定期的に開催される、 お客様感謝キャンペーンにて、スタンプカードが配布され、指定の期間内に、指定の数のスタンプを集めることで、プラスチック製会員カードが発行される。会員カードを提示すると利用代金が割引される。なお、会員カードは、モバイルアプリにあるデジタル会員証に移行させることも可能。期間やスタンプ数、特典内容、有効期限は変更されることもあるが、 現在は7月から12月上旬にかけてがトライアル期間であり、期間中の会食でレジ合計額が税込み500円ごとに一つのスタンプ応印となり、25個以上貯まれば会員カードが発行され、会員カード提示により翌年末までの有効期間中における飲食代金が5%割引となる。さらに翌年1月下旬から7月にかけて新たに、 発行したスタンプカードに25個の応印スタンプを集めるとプレミアム会員となり飲食代金が7%割引となる。ちなみにかつては利用の度に餃子が1から2人前無料扱いされるプラチナやゴールドのカードが存在した時期もあった。餃子の王将には中国語をベースにした独自の店内用語があり一般に王将用語と呼ばれる。 注文を厨房に伝える時などに大きな声やマイクで使われるため話題になることも多い。例えば、コーテルリアンガーリャンテは焼き餃子二人前を二皿という意味である。イートが展開する大阪王将という中華料理店チェーンがある。王将フードサービスの創業者の親類が独立して創業し、その後大阪王将食品として法人化して、 全展開を始めたものである。王将フードサービスとは、資本や事業上の関係はない。鹿児島県鹿児島市と霧島市に、鹿児島王将株式会社が経営する餃子の王将が存在する。鹿児島王将株式会社は、王将フードサービスと、鹿児島県内における餃子の王将出展は、鹿児島王将に一任する、旨の協定を結んでいる。日本国内で、 王将フードサービスの直営及び FC 以外で餃子の王将を名乗ることができるのは鹿児島王将のみである。稲森和夫の議定が餃子の王将でアルバイトをしていたが独立を希望していた。それを聞いた稲森は餃子の王将の社長に掛け合い、快諾を得たため、1978年7月に実定の稲森豊、ミラと共に 鹿児島王将株式会社を設立。同年9月に餃子の王将中町店をオープンさせた。鹿児島王将は契約上林県の宮崎県と熊本県にも出店でき、一時は宮崎市や熊本市などにも進出していたが、現在は撤退している。看板は類似しているがメニューは鹿児島王将独自のものであり、CM も独自制作している。 2006年9月17日、餃子の王将タイランドという店がバンコクのスクムーイット通りにてオープンした。原材料はすべてタイで調達し、日本の餃子の王将と全く同じ味を再現していると自称している。この店舗は王将フードサービスの元従業員が独立して設立したコスモフーズが運営するが、王将フードサービスとは資本提携関係はない。 店のロゴや店名が餃子の王将と告示しているが、王将フードサービスは日本国外で商標登録を取っていないため生還するよりなかった。この店のサイトの会社情報には京都からライセンス契約があるとのことであったが、詳細は不明。メニューは日本の餃子の王将と大きく異なっており、餃子は焼き餃子ではなく、洋餃子しか出さなかった。 結局、対応省として開店した。その数ヶ月後再び、餃子の王将としての宣伝活動を行う。2007年に、万国店は閉店。シンガポールのカッページプラザにセネシャルジョブズ・テイ・リミテッドが運営する、餃子の王将がある。セネシャルジョブズはシンガポールで、日本料理レストランなどを展開している、日系企業で、王将フードサービスと、資本関係はない。 ロゴは、王将フードサービスのものとは異なる。ほとんどの大阪人が、餃子の王将と、大阪王将を区別できる理由、大阪人、間違う人、おるんやー。ロケットニュース24、2020年10月31日、閲覧。週明け相場、餃子の王将の中の悪い兄弟上場。2017年2月19日確認餃子の王将、香り店が閉店。 京都王将でおなじみの中華料理チェーン2017年2月19日確認会社概要王将フードサービス企業 IR 情報 IR.ohsho.co.jp2020 年10月31日閲覧東松山工場が竣工、家庭用冷凍餃子など外販参入王将フードサービス食品産業新聞社ウェブハット社員が大事だから 店で餃子を巻くのをやめた。プレジデントオンライン。2019年5月9日閲覧。餃子の王将ハンダや、鍋店。餃子と寿司を同時に楽しめるパラダイス。餃子の王将やわた店に行ってきました。ギガジネ。2020年10月31日閲覧。王将が回転寿司事業から、完全撤退全国唯一併設の8万店。改装。京都新聞。 https://web.archive.org/.web/.20140728061233/.http://www.kyot.co.jp/.economy/.article/.201310210001462013 年10月 <laughs> 22日日閲覧 撤退したはずの大連、王将が復活元関係者が立ち上げた店がオープン、ハーバービジネスオンライン、2015年4月15日。王将、台湾に進出へ、年内に海外へ再挑戦、京都新聞、2016年6月29日12時46分。超絶おしゃれな餃子の王将、女性メインターゲットの新コンセプト店。女子向け、 餃子の王将開店。いわゆる男子向け、餃子の王将とどう違う美味しい。早い。新しい。新餃炭1号店、餃子の王将エクスプレスアトレ秋葉原店オープンのお知らせ2019年6月21日株式会社王将フードサービス公式サイト。餃子の王将エクスプレスアトレ秋葉原店、株式会社王将フードサービス店舗情報。 餃子の王将創業以来最高の伸び率、マクドナルドと対象の手法で躍進。マニー・ジーン、昇栄社。2013年9月21日閲覧。萌え、佐々木。餃子の王将の転身班。地域によって味が違った西日本は、強風湾一択だけど。j タウンネット。j タウンネット。2021年5月7日閲覧。 王将の餃子は4種類の焼き方でオーダーできる。旅ずきんちゃんで紹介された裏技が話題に、ゲッティナビウェブ、ゲットナビ、餃子の王将に新餃子が誕生。ニンニクゼロ生姜餃子7月8日より販売開始。株式会社王将フードサービス2021年5月7日、閲覧。餃子の王将に第3の新餃子が誕生。ニンニク激増し。 餃子販売開始株式会社王将フードサービス2021年3月17日、閲覧。第3の新餃子、ニンニク激増し餃子販売開始。株式会社王将フードサービス2021年3月19日、閲覧。1月18日から5月31日、2019年版、餃子クラブお客様感謝キャンペーン開催を知らせ、餃子の王将。 株式会社王将フードサービス。2020年10月31日閲覧。タモリクラブで話題。餃子の王将で中国語を学ぶ。大人ライフ。2021年5月3日閲覧。店主、新意域や飯代のない学生。皿洗い30分で、ただ、餃子の王将で待ち店の35年。弁護士、ドットコム。2020年11月7日閲覧。 AB 餃子で学生に考える力を金欠3万人を支えた王将閉店へ朝日新聞デジタル朝日新聞デジタル2020年11月7日閲覧インク産経デジタル皿洗い30分で無料の原点今月末で閉店、京都餃子の王将で待ちサンキビス2020年11月7日閲覧 AB 30分皿洗いで、ただ餃子の王将、出待ち点、10月いっぱいで閉店へ、店主、喧嘩じゃなくて定年、弁護士、ドットコム、2020年11月7日閲覧、2020年10月31日、閉店いたしました。長らくのご愛顧ありがとうございました。餃子の王将餃子、 麺の国産化のお知らせ東日本地区の店舗数は約150店舗油で転び骨折。王将客200万円払い若い読売新聞2015年4月8日。当社店舗内での客による不適切な行為に関するお知らせとお詫び AB。餃子の王将で客が服脱いだ画像ネット掲載。ヤフーニュース。読売新聞。オリジナルの2013年9月3日。 時点におけるアーカイブ。http://web.archive.org/.web/.20130903141130/.http://headlines.yahoo.co.jp/.hl.a=2013903 から0001130 0。読む組織2013年9月4日閲覧。 餃子の王将で、裸撮影した、客、店の許可へた。読売オンライン、オリジナルの2013年9月4日、時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブスラッシュ20130904064714スラッシュ http www. 読売 COJP、ナショナル、ニュース。 2013903イト 1T01366HTM2013 年9月4日閲覧。王将で全裸写真、男性客二人逮捕公前は挨拶容疑。グーニュース。朝日新聞デジタル。オリジナルの2013年10月11日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20131011041204/.http://news.google.ne.jp/.article/.assay/.nation/.osk20131070027/.html2013 年10月7日閲覧。当社従業員による 不適切な行為に関する、お詫び、客を呼ぶ。フードビジネス最前線、大阪王将、イート社長、文也直樹さん。ザックザック、オリジナルの2013年5月1日時点における、アーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ NK1L12018 年10月19日放送の、鹿児島読売テレビ、カゴピタ、鹿児島餃子の王将。 自由気ままなブログ。2020年4月30日閲覧。現在、熊本市内で展開する餃子の王将は、王将フードサービスの直営、または FC である。対、餃子の王将出店へ、偽物と、波紋、な、アジア。web.archive.org。2020年6月12日、閲覧。ありがとうございます。